どうも、侍翔です。今回は結構前にやった企画、ヤバいパッケージ詐欺商品を僕と一緒に見ていこうのコーナー第2弾になります。世の中にはパッケージを見て買ったのに、中身を開けてみたらパッケージと全然違う商品が入ってたみたいな詐欺商品が結構存在しているということなので、今回はそちらを見ていきたいと思います。この動画が少しでもいいなと思っていただけたら、ぜひ高評価お願いします。はい、それでは早速本編見ていきましょう。これこれはペガサスのおもちゃですね。子供はこういうかっこいいおもちゃが好きやと思うんですけど、これペガサスの中身を開けてみると、なんかおる。子供泣くわ。これはイチゴというか、まあストロベリーのパックですね。中身は当然イチゴやと思うんですけど、ベリー違い。これは上にジャムが乗ってるクッキーですね。こういうのってジャムが多ければ多いほど美味しいんですけど、ジャムカスカスやないかい。杏仁豆腐の上の部分か。これは中にクリームがたっぷり入ってますね。これね、食べてみると、クリームカスカス、ほぼ小麦。これはチョコクッキーですね。パッケージではチョコチップがたっぷりなんですけど、一粒もうほぼクッキー。これは複数人で入れる子供用のプールですね。これね、実際にプールで遊んでいる子供の画像があるらしいんですけど、ちっちゃい。もう子供も全然納得いってない。これはウインナーなんですけど、これなんと今だけ特別にウインナー2本ついてくるらしいんですよ。こういうのちょっと嬉しいですよね。せこい。もともと入ってたウインナー違う容器に入れただけ。なんかめちゃくちゃサラミがいっぱい入ってて、めちゃくちゃ美味しそうじゃないですか。思ってたんと違う。見えてるとこだけかい。これもピザですね。パッケージを見る限りめちゃくちゃ具沢山で美味しそうなんですけど、香辛料肩、体悪なるわ。クレヨンしんちゃん、ポパイ。しんちゃんこんな顎出てない。長い。舌が異常に長い。キモい。トトロがキモい。柄悪い。なんかガン飛ばしてくるんやけど。これはセブンイレブンのサンドイッチらしいです。ちなみに僕が一番好きなコンビニはセブンイレブンです。めちゃくちゃ美味しいからね。さすがセブン。でっかい卵を入れてくれてありますね。これね、中を確認してみると、やってんな。表面に薄い卵乗せただけ。セブンやってんな。これは某有名チェーン店の居酒屋のメニューらしいです。厳選タチウオのカルパッチョ。厳選されているということで、どんな商品が届くかというと、厳選されたカスカスのタチウオ。若鶏カツ定食。これはお店のサンプルのやつですね。まあこれどうせ頼んだらまたちっちゃいカツみたいなやつが届くんでしょ。でかい。